カリアリ県は、イタリア共和国サルデーニャ自治州に属する、研究行政区画。県とのカリアリは、サルデーニャ自治州の州都でもある。カリアリ県には、サルデーニャ島の人口の約1、4が居住する。イタリア語版ウィキペディア等では廃止された、プロビンシア・ディカリアリと新設された、チッタ・メトロポリタナ・ディプロビンシア・ディカリアリが別項目になっているが、便宜上を、 カリアリ県として、本校で扱う。標準イタリア語以外の言語では、以下の名称が用いられる。サルデーニャ自治州の南部に位置する県。東と南はティレニア海に面しており、南部はカリアリ湾が入り込んでいる。県とカリアリは、県域の中央部、カリアリ湾の湾号に所在しており、オリスターノの南東約8 9トル ヌーオロの南約1 2 3トルサッサリの南南東約1 7 4トル首都ローマの南東約4 1 0トルに位置する。隣接する県は以下の通り。カリアリ周辺のカリアリ都市県には、サルデーニャ島の人口の約1、4にあたる、約43万人が暮らす。 2005年の行政区画の再編により、当時の県域の西部をカルボーニア・イグレージアス県、北西部をメディオ・カンピダーの県として分離した一方を、ヌーオロ県からイジーリなど13のコムーネを編入している。カリアリ県はサルデーニャ自治州最大の面積を持つ県であった。2016年にサルデーニャ自治州では再び、研究行政区画等配合のプロセスが進められた。 2016年2月に、カリアリ市周辺が大都市に位置づけられ、周辺の17のコムネを持って、散ったメトロポリータなディカリアリが設置された。カリアリ県の残りの54のコムネは新設の南サルベーニャ県に組み込まれた。2017年1月1日から、進められてきた、研究行政区画等配合は、本格的な運用を開始した。 海沿いの町であることから水産物が豊富に取れる。1620年創立のカリアリ大学がある。カリアリクワルトゥエスイ0 6 8 0 9 0 3カポテラセスト新内105カリアリ県には17のコムーネが属する。主要なコムーネは下表の通り。左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2019年1月1日現在。 右の地図中の番号は、コムーネの ISTAT コードした3桁を示す。下表に掲げた主要なコムーネのうち、地図中に名称を記さなかったものについては、番号を、太字で示した。カリアリのボッタルガカリアリ県は、海産物に恵まれているが、ボラの卵巣を塩漬けにしたボッタルガは、名産として知られる。 イタリアではボラに限らず、マグロなどの卵巣を塩漬けにしたものも、ボッタルガと呼ばれる。イタリアワインの産地でもある。県域では、原産地統制故障の指定を受けた多くのワインが生産されている。主要なものは、以下の通り。ありがとうございます。